横山晋治は日本の実業家。グッドモーゲージ取締役社長。元芸人で小福亭で言うの芸名を持っていた。大阪市生まれ。九百七十一年十月、十二歳で六代目、小福亭昇格の門を叩き、昇格は今度、親御さん連れておいでと、あっさり入門を許可した。同年少年落語家としてデビュー。当時のテレビ番組、 23次章で初舞台を踏んだ。当初は天才落語家少年としてもてはやされた。昭福亭鶴瓶によると、本来は昭福亭鶴子の弟子が希望だったが、まだ弟子を取れないという事情で昇格のところに来たという。1972年2月に昇格に入門した鶴瓶は弟,弟弟子という立場になり、小学生の兄弟子に、 大人の鶴瓶が兄さんと呼ぶ様が面白がられて二人で何度もラジオ番組に出演した。鶴瓶はこのおかげでラジオ出演の機会が増え、鶴瓶というやつ、おもろいねんなと放送関係者に知ってもらえるようになったという。その後中学卒業に伴い大学受験を目指して進む学校へと入学。そしてあっさりと落語家の道を諦め廃業した。 廃業時期については、落語関係の書籍に、1984年頃という記述がある一方、自社ウェブサイトにおいては、情報落語協会に6年在籍したと記している。その後は、順調に高校大学と進学。1982年、日本審判に入社した。2001年2月、ソフトバンクファイナンスに転職。 日本初のモーゲージバンクとされる SBI モーゲージの設立に携わる。2014年4月にオフィス c e 4 u を設立して社長となる。2016年8月よりグッドモーゲージの社長を務める。ABCDEFG プロフィールマイ o f f フ c e 4 u ハット ABC 元最年少落語家で当初一部の金融グループ社長 異色な経歴を持つ横山慎二氏が語る人脈論とはマイナビニュース。https コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュアーティクルスラッシュ20180131-5773926スラッシュ2019年6月閲覧。abc 青春の情報落語ピアニッシュも47から48 青春の情報落語 P65 ありがとうございます。